前回までのあらすじ、ウィングダイバーと蜘蛛の糸でひらめいてしまった視聴者を理路整然と諭すニグであった。あれちゃっかり改ざんされてない？どうも皆さんこんにちは、EDF 新人隊長のニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。今回も地球防衛軍の方をやっていきましょう。なんか輸送船の数が多いですね。また面倒くさそうなステージが来たな。とりあえず指揮されていない部隊を拾います。うるさすぎない？多分久しぶりなんだろこういう戦いも。まだ見ぬ物量に興奮するのもいいですが、しっかり戦えるんですかね？こういうまだ見ぬステージは端からちまちま撃っていくのが定石。出た。ニグ特有のチキンプレイだ。そうでもしないと勝てないからね。まだ十分に武器が揃っていないんですよ。本当はライサンダーも2ではなく上位互換の Z が欲しいんですよ。それさえあれば突撃していくんですけどね。いや、残念だな。本当に残念だな。全く残念がってなさそう。端っこに移動が完了しました。それで破壊戦しましょうか。作戦としてはスナイパーライフルで撃ち抜きつつ、味方をおとりにしていきます。また味方をおとりにしてるよこいつ。だからお前の部隊は万年一人なんだよ。味方ひどすぎない？まあね、ここで私のエイム力を見せれれば、数多くの修羅場をくぐり抜けたエイム力を見せれれば、こんなステージお茶の子さいさいですよ。その割には動画投稿遅くね。黙れ小僧。おっと、ヘクトルもいますね。とっさに会話の話題を変えるな。だって、この動画シリーズクリアできる気がしないんですもん。ステージが進むたびに増える敵の物量、受験、モチベ、ポケモン新作発売、どれもこれもが試練になってしまうんですよ。後半全く関係なくない？しかも長期投稿シリーズなのにマイクラ実況の再生数に全く追いつかない。これは由々しき事態なんですよ。まあもう旬を過ぎた割には人気だが、今は広告収入のうまさを知ってしまったからな。何その金の亡者みたいな扱い。まあ地球防衛軍は意地でも完結させるので、この前コメントで、体に気をつけて毎秒投稿しろ、とか言ってた視聴者。私のモチベを上げるには何をすればいいかわかっているよね。露骨なアピやめろ。まあうちもやったんだからの同調圧力ですよ。どうやら日本人は同調圧力に弱いらしいので、皆もやっていると言えば何でも大丈夫なんだよ。おっと単に正体表したね。まあ視聴者はこれでこの動画シリーズ88周してくれることが確定したので。もはや確定なんですね。これでこの動画シリーズの再生数もうなぎ上り、人気急上昇、広告収入で FX 初めてウハウハですね。あ、これ絶対ダメなパターンだ。てか動画の絵が全く変わらないんだけど。しょうがないじゃないですか、クリアするにはこういう汚い手段も必要なんですよ。お前は最近の YouTube を全くわかっていないな。今の動画はとにかくフォトジェニックだ。美男美女同士の恋愛模様、イケメンタレントの料理動画、もしこうなったらの漫画動画、お前のような底辺テイクオリティグダグダ実況動画なんかでは、群雄割拠の今の YouTube では生き残れないんだよ。私の動画への評価ひどすぎない？よしよし、これで一安心ですね。それにしても、輸送船が多いですね。まだまだ時間はかかりそうだな。てかさらっと外したの見逃さなかったからな。ちょっかい出しすぎたら結構寄ってきちゃいました。けど後ろが守られているので多少対処はしやすいかな。おい、あれ金ありじゃね？マジ？このステージ金ありいるの？インフェルノのあいつがここに来るとまずい。蜘蛛と肩のありとかは無視してあいつを倒すぞ。っていうかかなり来ていないか？こういう時こそシッシッシですよ。まずはお前が落ち着け。幸い後方は壁に守られているので、エイムを合わせてしっかりと倒していくことが大事です。アーマーも3500程度あるので今は金アリ優先でも大丈夫そうですね。とりあえず金アリ一気撃破。さすが何年もインフェルノにも揉まれているというかなんというか、立ち回りというか逃げ方が異次元だよな。こうでもしないとクリアできないのでね、現実世界で役に立たない技術がいらないくらいには入りそうですか。ツッコミを放置するのだけはやめて。ちくしょう、私のちくちく大作戦は失敗か。命名センスが絶望的にひどくない？ここまで来たらコマンドをよろしくやるしかないな。この手に限る。誰その人？マリサ知らないんですか？今回から準レギュラーのメイトリックスさんですよ。この中途半端なタイミングで？君を巻き込んですまないと。君だけはタイムだ。しっかりと会話もできて謙虚な人なんですよ。あ、それならいいんだけどな。ジェニー！すみません、私ジェニーじゃないです。面白いやつだな。気に入った。殺すのは最後にしてやる。初っ端から敵対宣言されてるんだけど。ちょっと待ってください。あっちに銀蜘蛛もいるじゃないですか。メイトリックスといい銀蜘蛛といい混乱してきた。しかしメイトリックスさえいれば100人力この筋肉パワーでなぎ倒してくれます。目的は俺だろう。怖いな。早く助けないと娘は殺される。物置からライフルを取ってこないと。ほらこの通り娘人質にされてない。いやいやそんなことないですよ。そうですよねメイトリックスさん。裏切りに気づかれる前に娘を取り戻すしか手はないんだ。なんか怪しいことになっているけど大丈夫？試してみるか、俺だって元コマンドだ。繰り返す。試してみるか、俺だって元コマンドだ。繰り返す必要性あった？
なんとか橋向こうの銀雲に先制攻撃したいところなんですが、シールドベアラーが絶妙に邪魔していますね。とりあえずはみ出しているヘクトルを倒しておきますか。いい感じにシールドベアラーも小さくなったな。この調子でどんどんやってもらいましょう。急に他人事にならないで。周囲の状況もだいぶ分かってきたので、そろそろ第2ラウンドを始めましょうか。こっちにたどり着く前に銀雲だけは倒さないと。なんか新しい番組でも始まった？シールドベアラーが邪魔ですね。そうしたら、さっさと近づいて倒せばいいじゃないか。何を言っているんだマリサンズ・オブ・アナーキー。お前の方が何を言ってるの？その考えこそがフォーリナーの思うツボなんですよ。時々入るこれは何なの？ずっと探していた理想の自分って。もはや寄せてきているよね。とにかく、焦ってシールドベアラーによるのは悪手なんです。しっかりと慎重に歩を進め、告白のように万全を期して行うものなんです。みんなも準備は慎重にね。字幕に悲しさが滲み出ている。というかそんなこと言っている間に雲がこっち来ているじゃないですか。しかもまだ銀雲も残っているな。これはさっさと倒すしかないですね。というか倒さないとこっちが壊滅する。そういえば、最近の地球防衛軍の動画、使っている武器が限定されすぎていないか？ああ、そういうコメントもありましたね。やれ感触弾使いすぎだとか、やれライサンダー使いすぎだとか。誰が忘れるものか、このゲス野郎。視聴者に対して悪意抱きすぎじゃない？そうでもしないとインフェルノはクリアできないんですよ。ほならね、あんたがやってみろって話ですよ。アットホームな職場、笑顔が絶えない仕事内容、取引先とはコミュニケーションを大事にする、残業皆無、人員補充盛りだくさん、こんなに素晴らしい職場はここしかないですよ。弁明できないほどの黒さなんですが、ホワイト企業、地球防衛軍、お待ちしています。逃げてー。ふう、落ち着きましたね。あとは端っこからちょこちょこ狙撃するだけで終わりそうですね。襲ってきた時はヒヤヒヤしたが、なんとかなったな。取り巻きの巨大生物も倒しましたし、そろそろ輸送船を落としていきましょう。よしよし、これで銀雲の脅威はなくなりましたね。おっと、遠くにプラズマヘクトルがいましたね。しかも両手持ちみたいですか。面倒くさいですね。しかも赤アリも迫ってきてるな。赤アリの相手は味方に任せて、さっさとヘクトルを倒していきましょうか。よし、撃破。結構順調だな。思ったよりもおとりが優秀ですね。もはや言い直さないんですね。いいか、こっちが風下だ。近づけばわかる。くたばりやがれ。やっとメイトリックスさんも本調子になってきましたね。これでできた。さあ、早く。こっちへ来て確かめろ。この経緯度だとサンタバーバラの近くだな。いや、サンタバーバラってどこ？位置的にもこれが最後のヘクトルですね。一段落したので回復アイテムを確保しましょうか。ふう、やっと一息つけます。橋とか家とか普通に壊滅しているんだが。ここは猛国家総動員法よろしく。非常事態宣言が発令されたら、すぐジオフロント内のシェルターに避難するので大丈夫で。第三新東京市かな。まさか地球防衛軍はエヴァシミュレーターだった。戦略自衛隊目線で人を倒していくのかな。見てくださいよ、この針の穴を通すようなエイム力。これは今流行のフォートナイトでも大活躍間違いなしですよ。あれお前キルレイクツだっけ。 0.05 で心眼の視力かな。いいですかマリサイクロン城か。まさかの仮面ライダー。フォートナイトを実況すれば確実に人気は出るんですよ。けど私はフォートナイトは好きではない。自分がプレイしたくないゲームをプレイしていられた視聴者って本当の視聴者って言えるのかな。仮想で全く深くない。まあプレイしたいタイトルを実況するだけですよ。サムネ詐欺反対、人気稼ぎ反対。まあこんなゲーム実況者とは思えない考えの狂い方なので、ついてこれる方だけついてきてもらうスタンスでこれからもやっていきます。お前はアイドルみたいに全方位にいい顔なんてできないもんな。再生回数は大事だが、それよりもやりたいことをやるってことだな。ということなんでチャンネル登録よろしくね。あれ視聴者に媚びてない？なんか死亡フラグ立ちまくってると思うのは私だけですか。戦場で日常生活のことを言うやつは死ぬ。日本書紀にもそう書かれている。日本書紀には死亡フラグの概念があった。てか一段落したならさっさと輸送船を落とせば楽なんじゃないか。たくもうマリサさんは分かっていませんね。戦滅を急ごうとするやつは死んでしまう。こういう時こそ近くの敵を丁寧丁寧丁寧に倒すんですよ。だいぶ敵の数も減ってきましたね。
かせて帰らないとな。よし、一気撃破しましたね。しっかりと味方を鼓舞していきましょう。いかなる時も部下のモチベーションを第一に考える。EDF は素晴らしい職場ですね。ブラック企業のアピールやめろし。離れていてもしっかりと当てていく。これが私が1年かけて手に入れた能力。手に入れた能力がしょぼすぎる。地球を守護する戦士たち、宇宙人どもやっつけろ。部下の歌にもしっかりと愛の手を入れていく。やっぱり EDF は素晴らしい職場ですね。それは誇るべきところではない。なんかプラズマ砲が飛んできているな。もしかしてまだ残党がいましたかね。そうしたらなんとか処理しないと。普通に吹き飛ばされてて笑える。うわ、しかもギンクも立ってる。これで金ありってたら100万直撃するくらいヤバいですね。妙にわかりにくい例えやめて。まあ、そう簡単に金ありはやってこないでしょうし、したらこの動画終わらせてもらっても構わない。はい、金あり数暗号大数 C 親ダブル100万直撃です。いやまだ終わらねえから。流れるような嘘つき、こいつ人狼です。早急に視聴者に向けて謝罪会見お願いします。対応の速さが芸能人レベルすぎない？講師はこう言いました。巨大生物は味方をおとりにして後ろからちまちま倒せと。講師普通にひどいことするね。地球防衛軍の戦法は中国3000年の歴史を組んでいた。まあ、ながち間違いでもなさそう。こういう時は金ありと金雲を優先。赤ありは味方に任せて、あの2体を最優先です。すみません、味方隊員が赤ありに食われているんですが。違いますよマリサ、あれは食われているのではありません。フォーリナー流のスキンシップなんですよ。その割にはなかなか過激というか危険だったんだが。人間界にもムツゴロウさんとかいるじゃないですか。海外でもワニの口に頭を乗っける人とかいるじゃないですか。あれです。違います。なかなかプラズマヘクトルが鬱陶しいですが、今は輸送船破壊が優先です。あれさえ落とせばもう増援は来ない。よし、これであと1機ですね。よし、これで全て撃破ですね。あとはアイテムを回収する時間なのでコメント返信コーナーすっぞ。じゃあ私が読み上げるか。まず1つ目のコメント、多分その助けてくれた人に向けて盾になれとか言ってそう。私もそこまで畜生ではないですよ。そっと根回しして地球防衛軍採用の通知を送ります。やってること畜生よりもひどくない？次のコメント、ウボ2部です。最近2部さんを知りました。チャンネル登録はしました。動画投稿頑張ってください。いやはや、ありがたいですね。新作もとっくに出ているのに 4.1 の実況で知ってもらえるのはありがたいです。次のコメント、今回リトライ少なかったな。難易度下げた。そうも変わらずエンペルノです。次のコメント、なんかニグさん、自身の成長に伴って発言もいろいろと大人になってきてますよね。黙れこそ。次のコメント、イースポ座談会で2部さん話しててめっちゃ驚きました。これからも勉強と実況頑張ってください。いや、よく気づきましたね。時たまオフラインで e スポーツの座談会とかに出ているのでよかったら見に来てね。今年は e スポーツに対してもいろいろ活動したいので大会とかも開いてみようかな。次のコメント、今更でも失踪せずにやってるウプヌシ好き。完結するまでは引退できそうにないですね。最終回くらいはあまりの長寿シリーズすぎてヤフーニュースに乗りそう。他にもたくさんの助かる、ひらめいた、うぼつコメントありがとうな。モチベが上がらない時に見てニヤニヤするので、実質コメントが多ければ投稿頻度も上がるってことです。これからも見てくれよな。ってことで、無事にクリアできました。武器箱も多かったから、新しいのを入手できるといいな。めぼしいものはないですね。けど新しいグレランはあったな。しかもルブ67、これは期待できますね。そんじゃ、次回も見てくれよな。